舞踊師範、留学アドバイザーの栗原優子です。笠子塾に入るきっかけは、ブログの更新とかに興味があって、ブログを学びたくて入りました。でも実際入ってみたら、ブログのことだけじゃなくって、ずっと先送りに自分の中でしてきたことをすごく気づかせてくれる、すごくいいきっかけになったと思いました。例えばその自分の方向性だったりとか、やりたいとかって思っていたけれども、何か理由をつけて足踏みしてたようなことまでひっくり返して、その宿題をすることによって期限を決めてやらざるを得なかった状況に追い込まれて、でもそれが本当にいいきっかけになって、これからの自分の道を作ってもらった、いいきっかけになったなと思いました。笠子さんのイメージ、まずフェイスブックで私は笠子さんを知ったので、笠子さんのその写真のイメージと全然違いました。すごく明るい人でびっくりしました。写真と内容とがこうもう全然実物に合わないとわからない、そう、そのギャップを楽しんでもらいたい。